一方的に誰かに認識されて恨まれる一方的に誰かが欲望を満たそうとするいずれも理解しがたい妄想から生まれた思いそんな動機で犯罪が発生することがありますこの事件もそんな事件の一つだと思うのですそれでは本編ご覧ください「構成 事件概要と地理事件詳細、考察と犯人像、後編への説明、事件概要と地理1999年11月13日14時半ごろ、名古屋市西区伊能町5丁目のアパートで、主婦、高場奈美子さん32歳が、首から血を流し、死亡しているのをアパート所有者が発見し、119番通報。 首の周りを鋭利な刃物で数箇所刺されていましたアパートには新築された4年前から住んでいました2021年12月現在未解決事件となっていますなお今回は考慮しましたが被害者のご家族の方が実名で取材を受けられているので、えー、ご家族のお名前も出させていただきます、えー、ご理解のほどよろしくお願いいたします 地理関係を見ておきます。愛知県名古屋市西区、伊能町。その位置はこちら。ちなみに名古屋の駅はここですね。名古屋から北に行った位置ですね。西区というのがあります。最寄り駅は庄内通りというんでしょうか。 こちら航空写真に変えますここが現場になった町内ですもう少し詳しく見てみましょうかただあまり厳密にいー現場のまあアパートというかそれを特定してしまうとよくないのかなと思いますもちろんテレビでよく出てるのでちょっとあれなところもあるんですけど何とも言えないところもあるんですけどちょっと話しましょうか まず現場がこちらです。そして、どのように逃げたのか、それも見ていきましょうか。一応ざっくりなんですけども、こう出た後に、なんですよね。で、それが、あのー、はっきりこう、こう行って、こう行ってですね、こう行って、こう行って、 それから、ここから、このように行って、そして、ここに石段があります。これを登るんですね。そして、この、伊能公園で、手を洗うわけです。そして、その後なんですね。この道をたどっていって、 最後に結婚が見つかったっていうのは確かここの位置だったんですよね以前2015年ぐらいまではこの位置だったと思うんですここで途切れたっていうふうに言われたんですけど実はそれより東から 270m 行ったこの辺ぐらいで確か途切れてるはずなんですよねで、えー、この周辺にですね、えー、まあ 私営住宅とかそういったのは確かあったはずなんですよねえ今地理関係ちょっとやったんですけどもアドリブでちょっと喋ったので、えー、一つ平面の映像というかですね、えー、3D の画像で補足しておきます赤く塗ったのが犯人の逃走経路伊能公園周辺まで結婚、えー、の反応があったというのがありましたただ丸をつけた地点 えー、だと思うんですけども、その周辺まで結婚があったという話もありますが、一応、伊能公園周辺というふうに、えー、しておきますで、丸をつけたところでは、ですね、えー、実を言うと、市営住宅周辺の、まあ、交差点付近で最後、最後ですね、えー、目撃されたという情報はあります、これは1999年12月19日だったかな、の新聞と、えー、2015年にも警察から発表があったはずです。 でえー、まあ、丸のあった地点ぐらいまではあ犯人は目撃されて逃げたのかなという感じはします、えー。それでは少しだけまだあ動画の方はあるのでそちらちょっと見てみましょう。こうですね、こう言ってこの辺だ、えー。ちょうどこの市営住宅のこの辺りで結婚は途切れてるんです。ちょうどここが。 市営住宅なんですねここが市営住宅ですね。で、この辺で途切れてるはずなんですよ。事件詳細。事件詳細の中身についてお話しいたします。今回は、えー、時系列、事件詳細の時系列ですね。それからあー被害状況、犯人の痕跡、結婚と逃走経路について。 現場の乳酸菌飲料、苦川え、などをちょっとお話していきます。まず十三日を中心とした時系列をお話しいたします。十一月六日、事件一週間前ハテナと書いてます。これはテレビからの情報で一週間前とあったので六、えー、日ではないかということでハテナにしているんですけども、隣人が高場さん宅に事件苦川えによく似たセールスマン風の女が訪問してきたというのがあるんですね。 えーまあ、朝方に訪問してきたってあるんですけども、実を言うと、ですねこの似顔絵の角度、えーあのー、正確性というのも、非常に、まあ、初めは顔を警察も出していないような、まあ、レベルなんですよね新聞ににも実はそのことについてあるんですね。 えー、角度が低いっていうのが書かれてるんですね、実を言うと。2015年に出されたときは。なので、目つきがきついのは確からしいんですけど、えー、その辺をちょっと考慮して、えー、この情報っていうのは考えないといけないのかなと思います。12日、浩平くんがあ下半身をかゆがあるので、明日病院に連れていくということをサトルさんに話しています。サトルさんはあ旦那さんのお名前、康平くんはあお子さんのお名前ですね。 で13日です、えー、当日は浩平君の病院と図書館に行く予定だったんですが図書館には行っていません9時夫の出勤を見送ります、えー、それから9時台同じアパートに住むママ友に電話していますその後、外出していますで外出後に、えー、宅配便が来るんですが不在不在票を置いていきます過去9時半って、えー、書いてあるんですがまあそれぐらいに置いていったようです、えー、10時20分40分ママ友が電話していますが あ高さんは不在です11時台診療のために自転車でご分もかからない近所の小児科に行きます11時10分高畑さん小児科に現れます40分から50分診療を終えて帰宅昼前に帰宅しているようです初午ごろ奈美子さんが帰宅時ママ友の夫が奈美子さんの車のバンパーに塗料を塗るなどの修理をしていました その時に不審な人物は見かけませんでした12時半から14時ごろにかけて友人上記のママ友と同一人物か不明ですが3度電話したそうなんですが応答はなかったそうです13時ごろ、まあ、はたにしてるんですけど高場さん宅でドスンという音を聞きその直後に階段を駆け下りる足音が聞こえたそうです14時過ぎアパート所有者の奥さんが柿を配りに高場さん宅を訪れます 鍵がかかっておらず、玄関に血の跡を発見します。アパート所有者、これは旦那さんなんですけども、が遺体を発見します。百十九番通報、夫悟さんにも連絡します、えー。現場見取り図と外観です、えー。外観はまあ、テレビとかで特集しているので、まあ、このような感じ。というのも、まあ、知っている方もいらっしゃるかと思うんですが。左側の見取り図は、あ、ジムがイラストレーターで作りました。 でえー、これからちょっとお話していくときに、どうしても字が多くなってしまうので、えー、もしわ、えー、からなくなったら、ちょっとこれでもう一度見ていただいたりとかですね、まあ、YouTube にも、まあ、動画上がってたりするんで、それも見ていただきながら、これも見ていただければなと思います。被害状況についてです。ナミコさんの首の周り、過去顎の下には数箇所、鋭利な刃物による傷がありました。手には防御層がありました。状況から考えると、 正面からいきなり襲撃された可能性が高いです。これはテレビの情報ですが、額、左側に炭っこ部がありました。死亡推定時刻は12時から13時。司解剖の結果、死因は動脈と静脈を切られた出血死と判明。トレーナーにジーパン姿で、廊下から今に向かってうつ伏せに倒れていました。物色痕はなく、掃除機は出しっぱなしでテレビもついたままでした。 今の隣のダイニングキッチンには2歳になったばかりの公平君が幼児用の椅子に座っていました。犯人の痕跡についてです。玄関には大量の犯人の血痕が残されていました。えー、ここで、えー、まあ、横向きのまあ足跡、自分で自ら流した血の上、えー、にですね。えー、ま、足跡もつけていました。これは今もまあ残ってます。犯人は高橋さん宅の洗面所で一応洗い流したり、出血を止めようとしています。 ただこれは出血を止めようとしているのはあまあ新聞とかのそういうふうに記,記述で書かれていたことをちょっと受け入れにしたんですけども具体的にどうしているのかこの部屋の中からハンカチとかを盗んだりとかですねそういったことをしているのかっていうのは具体的には書かれていませんまあこれはここからは推測になるんですけどもおそらくですが、えー、部屋からですねタオルだとかあハンカチなんかを盗んでいるんじゃないのかなとはあ思います左手に傷を負い 静脈を切ったのではという法医学者の証言もあるんですがあまあ、いずれにしろ不可手だったのかなと思は思います犯人の靴のサイズは24センチ韓国か中国製のかかとの高い婦人靴を履いていましたこれは新聞によっては中国製と併記している車もあるので一応これは書いておきます犯人の血液型は B 型女性であることが DNA から判明しました 左手をかばいながら小橋に逃走する中年女性が目撃されています凶器は見つかっていません結婚と逃走経路についてです画面に示した通り伊能公園付近まで結婚が続いていました事件7ヶ月後のテレビでは生徳寺や市営副特僧付近まで続いていたと報道があるらしいんですが実際のところは不明ですただ時間不明ながら 1999年12月14日の新聞では CA 福徳荘付近での目撃情報を報道しています加えて2015年4月13日逃走経路について警察が新たな目撃情報を発表しています名古屋市北区 CA 住宅福徳荘南西角で目撃された情報を発表しているんですねこれまでの逃走経路から2 7 0ル東の地点、えー、なんですけどもまあ 今言った通り、1999年当時でも、CF 特徳近くでの目撃情報は実は報道されています。これは当時、50代男性の目撃証言で、車で通りがか,かった際、12時20分頃に、女が交差点を東に起きろうとしていたという証言なんですね。タオルのようなものを握り、両手を前に組んでいたそうです。これなんですけども、一応犯行時刻は12時から、 13時の間となると、おまあ、かなり早い時間に犯行を行って、えー、そして、えー、この地点まで歩いてきている、結構距離ありますよね、これが本当に12時20分ごろなのかとかあ、細かい点はちょっと疑問なところは、まあ、あるんですけど、そういった情報もあります。乳乳酸酸菌菌飲飲料料にについいててです現場のテーブルには乳酸菌飲料が置かれていました あ一部が玄関のたたき部分にこぼれていたんですねその飲料を買う習慣はありませんでしたストローを使わずに直接飲みかけの状態だったそうですこの飲料子供用ではありませんでした販売地域があ西三河地域だったっていうのも結構まあ有名かと思いますこの飲料犯人が持ち込んだのか、えー、吐き出したのかこぼれていたのかいずれも不明です 警察は、まあ、これは把握してるんだと思います。まあ、唾液とかが玄関にあるものに含まれていたとかですね、えー、調べれば、まあ、わかることなんで、まあ、その辺のは不明なんですけど、まあ、高場さんがあもらったものである可能性もあると思います。その辺は、あ警察が発表していたので、不明です。似顔絵についてです。これは、あまあ、かなり後になって、2015年4月13日に公開されています。実は、この似顔絵は、 角度が低いと発表時に警察は実は新聞に伝えてるんですね。はじめは顔がモザイクでした。予断を与えるという理由なんですけども、まあ批判か何かがあって公開したんだと思います。そのことをまず考慮しなければならない苦顔なんですね。人重まぶたできつい顔つきの女性ということ以外に特徴という特徴は実はないらしいんです。服装はピンク色のセーターに黒っぽいズボン。 もう一つは上下が黒い服装だったという証言があります他にも黒っぽい上着を着ていたっていう情報もあります年齢は40代から50代中肉髪を肩まで伸ばしパーマが軽くかかっていたような感じというふうな証言なんですけど実際のところはですね顔を出してなかったですよねなのでどこまでこう似ているのか目元は似ているかもしれないんだけどもそれ以外はまあ分からないっていうところが 本当ののところななかもしれないですよね靴についてはサイズは24センチ同じ底の靴は4種類韓国か中国で生産され1999年までに7000足が北関東から九州にかけてスーパーや百貨店で出荷され3000円から5000円で販売されました似顔絵についてじっくり見てみますこれが 警察から発表されている似顔絵です。白黒で描かれています。そしてこれを私がですね、独自に色を追加してみました。それがこちらです。これが、まあ、僕が色を追加したものです。なんとなくこんな感じなのかなという感じなんですけど、おまあ、これは正直言うと、フォトショーの AI の着色機能で、えー、やって一部手で直してるんですけど、 まあ色をつけた方がかなり現実味があるというかあリアリティが出てくるなという感じはします考察と犯人像今回の考察の中身いくつかに分けてお話ししますまず統計的なアプローチ第4の通りはさまざまな謎これはあまあ疑問に対してちょっと書いていくような感じですね私の考える犯人像 ここれらで構成していいうかなと思います殺人事件において加害者が女性の殺人の場合被害者が他人である可能性は5.5%加害者と被害者とともに女性の場合は他人は9.1%という結果がありますこれは128件の事例を調査した結果です同じ条件で他の人間が調査した結果なんですけども全くの他人が 1.5%他の同条件の調査では全くの面識なしつまり他人が1.7%という数字もあります統計的に言ってしまうと面識がある可能性が非常に高いわけです面識がないという場合はあこういうふうに少ないわけですねつまり加害者が女性の場合は被害者と面識がある場合が圧倒的に高いんですちょっと分かりづらいですがもっと噛み砕いて言うとですね例えば あ被害者が他人の場合は5.5%と出ていますが逆に言えば95%近くが顔見知りということです逆にどんどん考えていくと98.5%が顔見知りそれから1.7だといくつですかね98.3% 98. が顔見知りということになりますつまり面識があったという可能性が 女性が加害者の場合は圧倒的に多いわけですただ私は今回のケース加害者だけが一方的に面識を持っていたんだと思っていますこれは客観的に見れば面識なしのケースで他人だと思うんですね加害者から見れば面識ありなんですね加害者だけが一方的に意識しているだけに過ぎないわけです後で語るんですが動機も身勝手で一方的なものでしょう 常人には理解不能なものだと思いますで第4の通り魔というお話をちょっとしようと思いますこの概念は以前もお話ししたかもしれないんですけどもそもそも通り魔には3つの形があるわけです単発犯スプリーハン、連続犯詳細を知りたい方はあ私の以前作った動画であるとかまあちょっと長いんであれですけど研究報告とかを見てほしいんですねで一応通り魔の定義、えー、言っとくとですね 1981年に警視庁が通り魔の定義を発表しています。人の自由に通行できる場所において、確たる動機がなく、不特定のものに対し、凶器を使用するなどして、殺害等の危害を加える事件と位置づけています。私は第四の概念として、通行できる場所で犯行ではなく、家屋などに侵入して危害を加える通り魔を侵入犯として定義したいです。要は、忍び込み型の トリマちょっと矛盾するかもしれないんですがそういった形があるんじゃないかと思うんですね実はこのような犯罪はすでに起こっています例えば門真市の一家襲撃事件栄町の事件熊谷の事件でライターのー紫百郎という男性がいたんですけど突然自宅に侵入してきた男に襲われて命を落としています理解しがたい理由で他人の家屋に侵入して襲う このの事事件件はそんな事件の一つだと思っていしたがって犯人は通り魔の特性も持っていると私は考えますちょっと動機についてもお話ししていこうと思います動機は妄想だと思っています監視されているから襲撃する私に嫌がらせをする手先だ私がうまくいかないのに彼女は幸せそうだ美人を傷つけたい電波が自分を誘導する そんな常人には理解できない感情を募らせていたのではないでしょうか一方的な勝手な認識のもとにです共犯者がいるかどうかですがそれはいないと思っていますというのもこういった通り魔的な犯罪は、まあ、単独で行われることしかないからだと思うんですね複数の通り魔というのは聞いたことがありません、まあ、妄想的な動機をですね共有する二人というのはさすがにまあいないと思うんですね動機が明確であれば共犯者というのも 理解でできるんですが乳酸菌飲料についてですこの飲み物犯人が持ち込んだにしろ被害者宅にもともとあったにしろ仮に口をつけていたら犯人の異常な精神状態がうかがれます相手を襲撃するのに飲み物を持っていく口をつけて吐き出すこれは単純におかしいですよね警察が発表していないので犯人が持ち込んだのか吐き出したのかあえてこぼしたのか それははかりりませんただ気になるのは行動よりも出どころです例えば犯人が病院にかかっていてその自販機で買ったとか心の病のショートデイケアでもらってその帰りに犯行を行ったとか西三河地区以外で犯人の手に渡っている可能性も十分に考えられますしそれを追及していった方がまあ建設的なのかなとは思います息子さんの発言についてです。 これはちょっと触れてなかったんですけど、実は息子さんの記憶、これは馬鹿にできないと思っています。例えば、あママはおばちゃんと喧嘩したとかですね、犯人はコンビニのおばちゃんなどと証言していました。で、5歳ぐらいの VTR を YouTube で自分見たんですけど、水かなんかのジュースが置いてあったのというふうにも証言しています。つまり事件が全く記憶から抜けているということはないと思うんですね。 彼の心象風景には焼きいいてるんじゃないかと厳密に言えばですね人から聞いたことが自分の記憶のようにすり替わっていることもまああると思うんですよただ素直に考えれば飲み物のことを記憶していたと解釈できるんじゃないのかなと思うんですよね、えー、このコンビニのおばちゃんというのはコンビニで出会ったことのある人物じゃないのかなと私は思っています そこででやり取りがあったのかは不明です例えば子供に空気を読まずに話しかけるおばさんなどがいますがそこでそっけない態度を取って、えー、逆恨みされるなんてこともあるでしょうあるいは幸せそうに見えたのかもしれないこのコンビニの発言は実はかなり、えー、真を食った発言なのかもしれないんですね、えー、ここから分かることは犯人が近所、当県内に住んでいたのではということです。 小さな子供を連れてあまり遠くには外出というのはできませんコンビニでベビーカーを押している時に接触があったのかもしれないあるいは自転車で外出中に子供を乗せるときに出会ったのかもしれないその際に、まあ、直接的な会話などはなくても犯人から一方的に見られていたり監視されていたり一方的な面識があって浩平君はそれを本能的に記憶していたと言えるかもしれません私はそうなんじゃないのかなと思っています 時間的な空白についてお話ししようと思います。はじめに結論を言ってしまうとですね、私は空白の2時間っていうのはそんなに今、まあ、重要に考えてないんですけど、ちょっと話しますね。まず1週間前の訪問と空白の2時間。ここにはあんまり引っかかってないんですね。特に空白の2時間。ここでトラブルが仮にあったら、まあドアを開けるときに慎重になってると思うんですよね。 逆にあるとすれば、まあ、この2時間の間で一方的に犯人があ被害者を認知しているという状況だと思うんですね、ありうるとすれば。1週間前の出来事も逆にまあ重要であればテレビで放映しないでしょうし、警察も犯行直後に当時この証言を把握していると思うんですよ。ですが、あ犯行から、まあ、10年以上経って、 この証言を、まあ、テレビに出していると考えると、そこまで重要じゃないのかなとは思います。それよりも、犯人が部屋に少しの間滞在したんじゃないかっていう可能性の方が、不気味かなとは思うんですよね。まあ、仮に12時過ぎに犯行を行って、まあ、これは分からないですけど、みるみるを飲んで、飲んだかどうか分かりませんよ。吐き出してて血を洗って、えー りりを伺って走り去るで13時ぐらいにドスンという音が鳴ってるって話もあります。これも時間の前後があるかもしれない。まあ、12時過ぎに犯行を行って、ですよ13時過ぎに何らかの音を鳴らしてしまって、出るとすれば1時間ぐらい滞在していくことになる。犯行現場からは出たいという心理が働くはずなのに、滞在していると考えれば不気味だし、まあ、乳酸菌飲料を飲んでいても犯人のまあ精神状態もちょっとおかしいのかなと思うし。 まあいずれにしろ不気味であるなとは思いますそれから狂気について考えていますこれは持ち運びのをしやすいものだと思うんですよね例えば鞘のついた包丁や果物ナイフ折りたたみナイフ携帯可能なものでないと持ち運べないですよね当時の目撃証言で上着を着ていたというふうにありますよね黒のでそれで持ってきたんでしょうバッグを 持っていいたという証言はありませんもちろん警察が発表していないだけかもしれないですけどないので上着に入れられる範囲の凶器なんだと思いますそれから絵で襲ったっていうのもあるんですけど絵で全力で、えー、オーダーすればですね勢いで手を怪がしそうな気もするんですよねだからその辺も考えてい、えー、かないといけないのかなと思います実際の傷であるとか炭鉱部の詳細をちょっと知りたいなとは思うんですよね それがまあ刺し傷なのか切り傷なのかナイフでしかできないものなのか特徴的なところはないのか単行部は壁に打ちつけたり転んだ際にできる可能性はないのか考える必要はあると思いますこれはもう警察しかわからないことなんですけどで、えー、次回やるんですが傷のでき方でかなり犯人が絞れるのではないかとお僕は思っていますそれは後半でまたお話しします最後に私の考える 犯人像についてお話ししておきますかなりちょっと長いのでえー列記してるんですけどもちょっとお話ししていきますね一方的に加害者が被害者に面識を持っている公園や路上など不特定多数がいる場所で被害者に会っているこれは被害者に会っているっていうのはあー一方的な面識の可能性もあります被害者を尾行して部屋を確認している 伊能公園に以前来ているこれはあ水並び場があるかどうかっていうのはあ一度お公園を訪ねないとわからないです公園っていうのは必ずしも水並び場があるかどうかこれはわからないですよね心の病を持っている動機は妄想で一般人には理解できない所得が低い生活保護や障害年金などで暮らしている就労をしていない住居は借家であり単身者 持ち家だった場合は両親が亡くなっている。生活保護や年金でも住めるアパートや市営住宅に住んでいる可能性がある。交際している異性がいない。社会的に孤立している。病院や近所など限られたところにしか出かけていない。車両を使わず徒歩で逃げた。駅に向かっていないことから犯人はかなり近い範囲に居住している。 被害者と加害者は瞬間的にすれ違ったり被害者は遠くから見られていたりする以前に自傷行為や自殺未遂をしていた可能性がある通院歴があったか当時通院していた普段の服装も地味で特に黒い服装を好むまあ黒い服を好むのはあーそういった患者の方っていうのは脳の負担を減らすためにそういった傾向があったりするそうですまあこれは伝聞なんであれですけど土地勘がある 傷は自然治癒したと思われるが、病院に行ったなら、自傷行為で生き慣れている病院や、限られた目の届かないコミュニティの病院、これは極端な言い方なんですけど、例えば中国人相手の中華系の病院とか、えー、モグリの不法滞在者があ立ち寄る診療所であるとか、そういった場所であると思うんですね。えー、などに行って、えー、警察の手を逃れている。大学を出ていない。 こういったことをちょっと、まあ、通り魔の統計的な,あーデ,ータなデータであるとか、そういったことから推測してみました。後半への説明。えー、今回はあ、名古屋まで行けないので、データだけで考察をやったんですが、実は過去の記事を調べて気になる犯罪者を見つけました。といっても、佐久間七三事件のように、かなり怪しいレベルではないんですけども、 まあかなななり気になる人間なんですよねその事件はこの事件の10年前1989年に名古屋市で発生しています後編ではその事件をもとに再度考えていますその犯罪者が事件に関わっている可能性があるのかそれとも私のこじつけなのか警察はもうその事件を当たっているのか皆さんで ご判断いただけたらと思います。えー、後編は新情報があります、えー。ぜひ見ていただけたらと思います。ご清聴ありがとうございました。後編をお待ちください。